生き物すべて、人類すべてが実は根本物の光のかけらとも言うべきものを持っているんです。本来の自分自身は一体どのような存在であるのかということに悟ったならば、もっともっと強い力が腹の底から湧いてくるのです。